マット状の方が表です。でこっちの裏全部取り切らなくてもいいですから、そのくらいで、はい、OK です。でここでローラー回すときに、この裏辺から手前でちょっと上げる、上げる。とだまあ手首からやって、その重かったらこうやって、まず水抜きをします。で、少し上からこう体重かけちゃってもいいですから。で、斜めにこうやるとね、ガーッとついちゃいますから、真上からの力。で、また水抜き。これ3回ぐらいやってください。大丈夫ですか？じゃあ水上げしちゃってください。これはもう適当な茶色だね。当て紙はこれ、缶の中に3本。あんまり沿ってきたら折り上げにくいんですから、そピラミッド状にして、こう使います。もっと大きくしちゃってです、早くなって。そうそうそう。はい。で、これ一回取材しましょう。長なったら、まずかましてやろう。かましてから、まあ、これいいですね。綺麗綺麗。これ一番上ですよね。一番上です。この汚れだけを取りたいんですけど。そしたら3キロで取るしかない。そうです。じゃあこう言いました。はい。いいですね。ちょっと脱げなくなりました。どんどん回しちゃって。じゃあ、あと2枚ぐらいどんどん吸っちゃってください。でも綺麗に釣れてると思いますけど、うん、綺麗綺麗。じゃあ、あと2枚吸いましょう。ちょっと遠くから見てみて、うん、